ち負けろ。レッツゴーボルターズ。この番組は桜十字グループの提供でお送りします。台湾一部リーグに所属する台湾ビールレオパーズとのフレンドシップマッチはファンの熱気に包まれる中、新加入選手や外国籍選手の活躍もあり、初の国際親善試合を白星で飾りました。とても勝ててよかったです。かっこよかったです。もうなんか外国籍の選手たちと日本人の選手がすごいマッチアップしててすごいよかったですね。かっこよかったです。チームが初めてファンの前でお披露目という形になるゲームでしたから、そういう部分で今年もボルターズでバスケットができるという幸せを私含めチーム全員がかみしめた、そういうゲームだったと思います。ゲーム自体は本当にこう良くないゲームで、チャンピオンシップを目指したいのであれば、チャンピオンシップを目指すべきチームのメンタリティでゲームを行えなかったことの方が問題かなと思ってますね。やっぱり頂点取りに行かないとっていう気持ちがないとやっぱり B1 昇格は成し遂げられないと思うんで、しっかり全員で B2 優勝を目指して頑張っていきたいと思ってます。9月30日にはアミュ広場で出陣式が行われ、選手らが今シーズンの抱負を語りました。苦しい時期や、やっぱり辛い時期もあると思うんですけど、そういう時期を楽しみながら今シーズン乗り切れたらいいなと思ってます。本当に信頼できる頼りになるメンバーが揃っているので、彼らをコート内外でしっかり支えれるように頑張っていきたいと思います。今年の僕は優勝という字にしました。このチームで優勝したいと思います。今年も応援よろしくお願いします。ぶちまけろ、ぶちまけろ、ぶちまけろ。熊本ボルターズではいよいよ3日後に迫ったシガレイクスとの開幕戦のチケットを販売中です。詳しくは熊本ボルターズのホームページをご覧ください。この番組は桜十字グループの提供でお送りしました。